やっほー、こんばんは。お母さんの定番料理タイム、一緒に見ましょう。こちらは麻婆豆腐の材料です。お豆腐2枚、ひき肉 300g、 氷砂糖少々、豆板醤大さじ2、唐辛子小さじ1、にんにく少々、ネギ白い部分と緑の部分も少々、花椒少々、以上です。今から少し油入れます。花椒入れます。弱火で花椒を炒めます。花椒の香りは出たら一回花椒を捨てます。次、にんにく投入。ネギ白い部分も投入。はい、少し炒めます。次、ひき肉入れます。豆板醤入れます。唐辛子入れます。紹介を忘れてしまいました。醤油、少し醤油も入れますね。少しお水入れます。最後はお豆腐全部入れます。美味しそう、いい香り。弱火で5分くらいで、最後はネギ入れて、で、できました。じゃんじゃん、麻婆豆腐。